どないしたんや。調子悪いやないか。さっきお前にまずい肉食わされたせいや。ちゅうのは冗談で、最近前は打てた球が打てへんねや。ふん、目悪なったんちゃうか。お前は大丈夫なんか、兄弟。何がや。もう俺らも分かんない。たかが3年とはいえ、無所暮らしは体に応えるはずや。今からでも遅うない。俺の方からお上に異議申し立てして、習慣の取り消し手続きしてもええんやで。アホ言え。俺はそれ25年も続けとったんや。心配ないわ。ほんまやな。ああ、これは何や。また俺と差しで殴り合うんとちゃうんか。今日はちゃう。こいつらに相手してもらう。腹何倍も言わないしな。俺はお前が無所暮らしできるかどうか、しっかりこの目で確かめさせてもらうわ。兄弟、お前ほんまに後悔せえへんな。何がや。俺とここでやり合わんかったら、もう一生殴り合うことないのかもしれへんのやで。それでもええんやな。ああ、わかったわ。ほな、あんま時間もないことやし、さっさと片付けたろう。俺の今の力、目ん玉ひんむいてよう見とけや。
Ah!
どうや兄弟、これやったら無所暮らしも問題ないやろ。そんなん初めっから分かっとるわ兄弟。お前の強さは俺が一番分かっとんねや。せやったらなんでこないなことしたんや。昔のお前やったら真っ先に俺に殴りかかってきたはずや。せやのになんでや。それがあかんねや兄弟。俺はもうお前の相手できへんのや。おいたんは俺の方や。登場会支える仕事ばっかりしとったらいつの間にか牙抜けてしもうた。もう俺の時代は終わったんや。何弱気なこと言うてんねん。兄弟らしないで。俺もヤクザや。強がっときたいっちゅう思いもある。せやけど自分のことは自分が一番分かっとる。これが現実っちゅうやつや。せやからお前には強いままでおってほしかった。今日はそれが確認できてホッとしたわ。マジマ、金金言うてもヤクザは最後は力や。力失うた人間は力ある人間にその道譲らなあかん。サイジマ、お前は登場界の力や。絶対に強いままカムロ町に戻ってくるんやで。ああ。ねえ、どっちが見送りしとんのかわからんわ。ほんまや。
お迎えが来たで。ああ、
よ。